これ唐揚げ食べても落ちないよみたいな検証やってて、それで気になってて買ってみました。大事な撮影の前に口にずっとつけて黙って携帯見てます。皆さんこんにちは、リアチャンネルのリアです。はい、今回はこの前のゲーセン企画の後に気になってた商品をドンキで買ってきたので購入品紹介、イエーイ。それではレッツゴー。はい、ではドンキで購入したものを順番に紹介してください。はい、まずはこれです。大好きな大好きなプーさんのメイクアップスプーンです。10個入りです。これは298円。これはなんか水ありなしでもいけるし、ポイントメイクも自由自在でムラなく滑らかな仕上がりにできるらしいです。可愛いよねこのプーさんね。迷ってたけど結局そう、可愛すぎて ね、見た目可愛いからテンション上がるわ。はい、次じゃん。これはこの前伊賀忍さんの展示会にお邪魔させてもらった時におすすめだよみたいな紹介してあったので、それを参考に買ってみました。キュレルのこのスプレー、お風呂上がりに顔と体にいいらしいよ。365日調子のいい肌のためにって書いてあります。これはね1800円だって。してこれ結構いいよね。なんで使ってないのにわかんの。違う、この目種類、あ、キュレルね。キュレルのやつってなんか優しい。そう、なんか肌荒れ、かさつきを繰り返しがちな乾燥性敏感肌にって書いてある。今日からお風呂上がりに使ってください。はい、でまたまた猪狩忍さんかなの紹介してあったケイトのアイライナーです。ちょっと開けてみます。これは1300円でした。でもリオもこれ気になってたって言ってたよね。気になってるやつってさ、じゃあ今度買ってみようって話したんだよね。そうそう、すごい思ってたより普通だよね。こんな感じです。ケイトのフルタイプらしいです。汗水に強く号泣しても落ちにくいウォータープルーフタイプだって。あ、じゃあ涙腺が弱い私には結構いいですね。あ、ほんと 2,3 回軽く振ってからご使用くださいって書いてある。使うの楽しみだね。楽しみ、次から使います。で、これも TikTok 見てたんですけど、ケイトでリップモンスターってやつで、これ唐揚げ食べても落ちないよみたいな検証やってて、それで気になってて買ってみました。ちょっと今塗ってみようかな。これはね800円でした。リオは何番買ったんだっけ。3番です。3番と5番があったんだよね。そう、ちっちゃ。え、なんか持ち運びにいいね。いい、マットになるのかな。これめっちゃ落ちないんだよ。ちょっと見てみる。うん、なんかお試しでいいね。あ、なんか自然な感じじゃない。うん、すごい自然。これ落ちないの。え、そんな感じしない。まあちょっと楽しみだね。楽しみにします。はい、次で、ちょうど前髪のアフゲスティックがなくなったので、この新しい結構強力な黄色を買ってみました。ハードらしいです。結構最近アフゲ直しもいろんなの使って試してて、これはダイアンの前髪スティックです。これなんかピンクもあるじゃん。ピンク持ってたよね。そう、ピンクも持ってて、ピンクのに匂い近いんだけど、なんかすごい VO5 みたいな強い匂いする。フローラル&ベリーの香りだって。なんかすごい固まりそうな。あ、わかる、わかる。でもこれハードだもんね。これがどんな感じになるか楽しみ。え、ちょっとここ前髪やってみる。これ1200円。アホ毛直しをしてから VO5 とか固めてたんですけど、ピンク使ってなんだっけあれは、アンドハニーのケアベア。あー、そのプラザのやつ。でもそれもなくなっちゃってたから、ちょっとこれ使ってみようね。使ってみます。次はなんか最近モデルさんたちも結構使ってるシーグラムのシェーディングです。これもほんと何ヶ月か前ぐらいから気になってたけど、ちょっと同じシェーディングが良かったからなかなか買えなくて、ちょっと今日買えちゃいました。これは800円かな。素敵、こんな感じです。要はゴールデンサンってじゃない。そう、こんな感じです。欲しかったやつですよ。チークもあるよね。あ、そう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 。今回はシェーディングを買ってみました。こんな感じです。で、リュアはいつもティルティル
ファンデーションを使ってて、そのパフがちょっと洗っても汚かったので、替えのパフが500円で売ってたので、こんな感じで、いつものパフ2個入りで500いくらでした。500円って書いてある。500円です。はい、次、次がティルティルのこれ UV スティックです。これずっと本当気になってて、これはね、1500円、なんかベタつかないんだよね、これ。ベタつかずサラサラな使用感、白浮きしない、あ、顔にもいいの、メイクの上や顔、体、日中の塗り直しにもだって。こんな感じです。なるほどね。あ、なんかすごい匂いする。なんかちょっと石鹸っぽいけど、こんな感じで、こっちの部分にティルティルって書いてあります。かわいいね、なんかララちゃんカラー。中はクリームっぽい黄色で、リバから。そう、無理やりすぎんだろ。感じです。はい、次にリュアがマジで大好きなチューシーのリップパックで、これ前回の5000円ドンキの企画の時も確か買ったけど、確かにこれ1枚200円ぐらいなんだよね。そう、ちょうどこの2枚があってリュアノアカラーで買いました。いちごとハニー、ハニー、そう、これね、大事な撮影の前に口にずっとつけて黙って携帯見てます。確かにこれなんか色んなあったよね、前ね、緑、もう焦げるから多分全員ぐらい、黒もあるし、あのさ、唇から大幅にさ、あの、はみ出るのが面白いよね。ハゲドンみたいなね。確かに。はい、で、これと、何点だ ?1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 点で、合計9791円でした。約1万円だね。そう。結構、これとか、高かったかも。そうだね。でもまあね、使えるものだし。そうね。今日からこれを使っていこうと思います。しかも、うん、これ2本入れからね、お得だよね。1本だけのやつさ、このセットのやつがあったからさ、いやもちろんこのセット買うよねって感じだよね。値段一緒だしね。そう、じゃあ今日からこれを使っていこうと思います。さあ、皆さんもなんかドンキの購入品とかでこれおすすめだよっていうのがあったらコメント欄で教えてください。リュアも参考に購入してみたいと思います。この動画でいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。シュワーゲーム。